いただき法寺は、京都市中行区六角通東道院西入道の前町にある、天台集計単立の寺院。三号は、死雲山。本尊の如意林観世音菩薩は秘仏。西国三十三書、第十八番札書。次号は、いただき法寺であるが、本堂が平面六角形であることから一般には、六角堂の通称で知られている。角、 池の坊の発祥の地としても知られている。本尊真言、御馬だらワンド名運五栄華我が思う心の内は六の角ただ縁彼と、祈るなりける頂き法事の創建演技は、第五寺本、諸事演技集、イロハーザル衣装に見え、寺所蔵の六角堂頂き法事演技や、金星観光の落葉六角堂略演技などにも見える。これらの演技が伝える創建伝承は、 大略以下の通りである。現行釈書によれば、平安系造営の際、六角堂が建設予定の街路の中央に当たり邪魔なため、取り壊されそうになったが、その時黒雲が現れ、堂は自ら北方へ約五条動いたという。以上のように六角堂の創建は、縁起類では飛鳥時代とされているが、1974年から翌年にかけて実施された。 発掘調査の結果、アスカ時代の遺構は検出されず、実際の創建は10世紀後半頃と推定されている。六角堂が資料に現れるのは11世紀初めからである。藤原の道長の日記、未同関白期肝心元年3月21日上に六角工事という地名が見えるのが早い例である。他にも、小雨期などに六角堂の名が見える。 両人秘書を初修の今用には観音源を見する寺として、清水、石山、長瀬などとともに、間近く見得るは六角堂と歌われている。こうしたことから、六角堂は平安時代後期には観音霊場として著名であったことがわかる。鎌倉時代初期の県人元年、延暦寺の銅像であった十九歳の藩園が、この六角堂に百日間参同し、十五日目の 赤月の夢中に、聖徳太子の四句の下文を得て、浄土宗の宗祖とされる、法年の先週年仏に帰したとされる。室町時代に入ると当時で祇園祭りの山鉾巡行の順番を決める九時通り式が行われるようになり、江戸時代末まで行われた。干渉二年山城大基金の時、八大将軍、足利義政は、この道の前に救済小屋を建て、 自衆の総根が闇に命じて落中に流入した貧窮者に対し、かゆし行を行わせた。寺地が下行の中心であったことから、特に応仁の乱の後からこの寺は、長道として町衆の生活文化や自治活動の中核となる役割を果たした。下行に危機が迫ると、この寺の早金が鳴らされたりもしている。また、京都に乱入する。 土一期や天文ッ家の乱などでは出陣する軍勢の集合場所となったり、あるいは下行長組代表の集会所になったりしている。近世には、京都五役所向き大外覚書によると、主院事業一国と記されており、寺内には、多門院、不動院、重臣院、愛善院などの達中があったが現存しない。観音霊場の寺として、庶民の信仰を集め、 近世に門前町が発展し、そこには巡礼者のための宿屋が数多く立ち並び、落中では有数の旅宿町として発展した。天治2年の火災をはじめ、江戸時代末までの間に確認できるだけで18回の災害にあったが、庶民の信仰を集める寺であり、また町組の中核となる寺として、その都度復興されてきた。現在の本堂は、1877年に、 再建されたものである。京都の街中に立つ寺で、境内は狭い。山門を入って、すぐ正面に本堂、右手に、へそいし、新蘭堂、農協所、本堂裏には、聖徳太子木浴の伝説にちなむ池や大使堂がある。主廊は、山門から坑道を隔てて、向かい側の飛び地境内にある。また、境内北側には、稼働家元、池の坊の本部ビル、 池の崩海がある六角堂の本尊、女遺林、観音像は古来厳重な秘仏とされている。西国三十三所に関する信頼できる資料として、最古のものである、寺門高僧記初秋の行村の巡礼記によれば、六角堂の本尊は、近藤三寸の女遺林、観音像とされている。鎌倉時代成立の天台系の仏教図像集で、ある、阿爆章には、 六角堂の本尊は、石山寺の本尊と同様の、二比の二輪観音とされている。しかし、秘仏本尊の図紙の手前に安置される。お前たち像は、六比像であり、寺の農協所で配布している本尊見陰も、六比像である。秘仏本尊は、内陣中央の三重の図紙内に安置されており、指定文化財でないため、制作年代等の詳細は不明である。 本尊の如意林、観音像には、厳令門院が、自称2年6月27日に安産祈願のため、寄進したとの伝承がある。2008年が、西国巡礼の中高者とされる、花山法王の千年期にあたることから、2008年から2010年にかけて、西国三十三所の全札所寺院にて、札所本尊の決演会長が行われることとなった。 六角堂本尊の女遺林、観音像は2008年11月8日から2009年1月5日、および2009年3月3日から4月12日の2度に渡り回避されたが、これは前回回避以来136年ぶりの公開であった。2016年には、西国33所、早々戦3 0 0年記念で回避が行われた。2020年7月から9月に、 京都国立博物館で開催される、西国三十三所、早々、1300年記念特別展生地を訪ねて、西国三十三所の信仰と、四方には、秘仏、女意林、観音座像が出展予定で、展覧会公式サイトに写真が掲載されている。隣のビルよりこの寺の本堂である、六角堂は、寺内達中で、 いただき法事の本坊にあたる池の坊が執行として、代々経営、管理にあたってきた。聖徳太子の命により、小野の妹子が入道し仏前に花を供えたことが、稼働の由来とされ、その寺坊が池のほとりにあったことから、池の坊と呼ばれている。ただし、前述の縁起類には、聖徳太子が沐浴した池にちなんで、寺坊を池の坊と号したことと、 尾野の妹子を自主としたことは述べられているが、妹子と華道の関係については述べていない。尾野の妹子を華道の道祖とするのは、資料で知られる限りでは、近世以降のことである。池の坊の僧は、頂き法事の十字として、本尊の乳意輪観音に花を供えることとなっており、花の生け方に別格の妙義を見せることで評判となっていたことが15世紀の記録に残されている。 文明年間に池坊十二世戦警が立花の名手として知られ、ここから池坊としての立花が生じ、天文年間には池坊十三世戦脳がたびたび宮中に招かれて花を立て、また池坊千能脳区伝を表して立花の理論と技術を初めて総合的に体系化した。現在は稼働家元池の坊の本部ビル池坊会館があり、その三階には 池葉の資料館がある。ありがとうございます。